こんばんは。こんばんは。こんばんは。あおみ。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。え、なんか鍋がない。あ、うん？うわ、最悪、あっちにある。うわ、もう最悪。まあ、こっちのラーメン使おう。ラーメンがない、なんかラーメンがない、なんか声ガラガラなんですよね。私なんか声ガラガラになっちゃった声ガラガラになっちゃった、うん、声ガラガラになっちゃった。なんか声がガラガラだよ。りえちゃんは声がガラガラだよ。嘘。なんかでも若干鼻声なんですよ。ね、私今日猫アレルギーなのに猫ちゃんカフェ行っちゃって。そう、猫アレルギーなの、猫ちゃんアレルギーなのに猫カフェ行っちゃってさ、若干鼻声。めっちゃ楽しかった。もう最高だった。餃子フェスも猫ちゃんカフェも最高だった。急にそう急に嘘。大丈夫みんな。そう、猫アレルギー。でもなんか私初めて猫カフェ行った時は顔がパンパンに腫れたんですけど、今日なんか全然顔腫れずに、なんか太ももの裏が痒くなって手がちょっと赤くなってちょっと腫れたぐらいだったから、全然鼻水が止まらなくなったぐらいだけど全然大丈夫ですと。だからちょっとなんて言うんだろう、ちょっと克服したかもしれん。もうね本当にね最高すぎてやばかった。もうなんかもう通いたいと思ってしまった。正直なんかもう本当にマジでダメだ、もう猫ちゃん可愛すぎて、もう自分猫ちゃんしか見えなくなっちゃった。推し猫はねなんかいなくて、なんかみんな可愛くて選べなかった。なんかね結構民度良くてさ、なんか私が行った猫カフェめっちゃ民度良くて、なんかめっちゃいろんな猫ちゃんが寄ってきてくれるんですよ。なんか猫カフェって結構人間から離れるイメージだったけど、離れるイメージだったけど、なんか寄ってきてくれて、なんかめっちゃ来るんですよ。こっちにめっちゃ来るの。にゃんこが絶対にこっちに来てくれるの。だからなんか絶対触らせてくれるし、なんか膝の上に乗ってくれるし、勝手に。マジでやばかった。サヤンと言ったよ。なんか餌はなんかそう中にあって、で餌を持たずに普通に待ってたら来てくれたんだけど、なんかやっぱ餌がないからすぐどっか行くからって言って、やっぱ課金しようって言って餌課金しました。猫カフェ行って餌課金しない人いない気がする。なんか絶対に餌を持ってないと絶対になんか寄ってきてくれない。寄ってくるけど餌がないって分かっとったらどっか消えるから持っといた方がいいかも。なんかね、なんか猫ちゃんのね、なんか2種類あって、猫ちゃんのなんかカリカリおやつみたいな、猫ちゃんのカリカリおやつみたいなやつと、なんかなんかさ、私こうカクってなって嫌なんだけど、こうやだー、なんか猫ちゃんのカリカリおやつっていうやつと、なんかジェルみたいな、なんか透明のジェルみたいなやつ、なんかそうカリカリおやつにした。そう、やっぱ課金なんですよ。課金しなきゃね、やっぱ寄ってきてくれないんですよ。でサーヤンと話した、ファンの方は寄ってきてくださるけど猫ちゃんは寄ってきてくれないねって話した。そう、今日猫カフェ行ったらね、ファンの方がねそういてね、話しかけてくださったんです。びっくりした。だからね、ファンの方はね来てくださったけど猫ちゃんは寄ってきてくれないって、何もなかったら
そう。びっくりした。猫カフェで遭遇すると思わなくて。いや私なんか普通になんかサイアンと一緒に座ってたら、なんかリネちゃんですかみたいな言われて、なんかあーえって思って、なんか女の子でさめっちゃ若くてなんか3期生の子に見えて、え3期生の子ですかって言っちゃって、え違いますって言って、めっちゃアイドルみたいな子だったから、その子もめっちゃ可愛くてさ、え3期生の子、あすいませんって言って、ありがとうございますって話したんだけど、そうなんかね本当にねちょっとね、なんて言うんだろう、びっくりして、私も久々にファンの方に遭遇するというか、急に話しかけてくださったから、そうだから本当びっくりして、なんか猫カフェで会うと思わんが、まさか次に3期生の子って違うって言って、そうなんかそう女の子で、それでなんかそうアイドルみたいな子だったからそうでなんか嬉しかったです。でなんかちょっとびっくりして、若干なんかいつものありがとうって言うんだけど、ありがとうございますみたいな感じになったから、ちょっとあれだったけど、内心とっても嬉しかった。ありがとうございます。もし見てくださってたら、若干塩対応っぽくなったとか、甘々だからあれかもしれないから、嬉しい、ありがとう。そう可愛かった、猫マジで可愛すぎて私もう無理ってなった、もうなんか本当に猫ちゃん飼いたくなりましたね、うん、猫ちゃんに飼いたくなりました、もう猫ちゃんに会いたい。まっちゃん結婚していいやんありがとう、指輪あるよありがとう。いやもう本当に最高だった、猫ちゃんかわいい。でもりえちゃんおじさん女の子結構多い気がする、嬉しい、なんか私のファンの方結構女の子多い気がして嬉しいです。みんな大事、みんな大事だけどね、うん、こんばんはりえちゃん、こんばんは。で、あの広島の餃子フェス、今度餃子フェスにも行ってきました、嬉しい、餃子食ったよ、今度お話し会でね会えたらいいね、めっちゃ可愛かった。え今度餃子フェス、なんかそう餃子フェス行きました、広島、私なんか食べ物のフェスって行ったことなくて、なんかサイアンと行ってみたいなって思って、サイアンと昨日約束しました、前日に。めっちゃ楽しかった、楽しかったというか、なんかすごい、なんて言うんだろうな、なんかね、いっぱいなんか人がなんかすごい餃子食べてましたなんかいっぱい人が餃子食べてましたね、うん、みんな餃子食ってた、いやそれ餃子フェスじゃけん当たり前だろうと思うかもしれないなんかみんな餃子食ってました、美味しかった。そうサイアンとシェアしたんですけど、なんか餃子ちっちゃくってさ、あれ一個一個ちっちゃくって、なんかでかく見えるんやけど、なんか全然お腹に入りましたね。でもお腹溜まって、そうマジで途中でゲバ吐きそうになって、お腹いっぱいすぎてそうちっちゃい割にお腹に溜まるから本当に無理みたいな感じになって、ちょっとゲバ吐きそうになって、なんかチーズ餃子みたいなやつを食べてみたかったけど、チーズ餃子なんかサイアンチーズ食べれないから、そうチーズ食べなかったっていうのあるし、私がお腹いっぱいすぎてちょっともう無理って思って食べなかった餃子フェスで唐揚げを食べに行け、私唐揚げ食べてないよ唐揚げ食べてない、唐揚げっていうワード言った、唐揚げ食べてないよ餃子フェス、なんかそう餃子、そうそうそう確かに、あーそういうことね、餃子フェスでってことね、あー理解理解、確かに確かにそうかも、餃子フェスで確かに唐揚げ食ってた、えでもチャーハン売ってた、食べてないけど
餃子フェスでオムライスとか食ってたら確かにちょっと気まずいかも。確かにそういうことね。確かにそうかも。そう、なんかチキン野郎さんグッドありがとう、グッド。確かに餃子フェスね。いやめっちゃ美味しかった。え、定型文変えてからみんな使ってくれてる。え、そう変えたんですよ。え、ま、忘れてたよまた。で昨日の夜なんかそうリポンメール見て、あ、なんか、あ、変えなきゃと思って昨日の夜変えたんですよ。うん、こんばんは。なんか私が食べた餃子はメールに送ったんで、もしよかったらメール見たよって方はぜひ真似してください。一番美味しかったのはなんか水餃子のやつと、あと丸い小籠包みたいなやつが美味しかった。そう、エビのやつはね、なんかねちょっとね結構うん、なんかうんてかすごいなんかいい、なんかとっても、うん、不思議な味でした。不思議な味だったかな。そう、メール見た方はぜひ食べてください。広島市民球場は懐かしい。広島市民球場の跡地通ったんですね。ああ、はいはいはい。あ、なんかあの市民と広島って分かる、みんな新しくできた。ゆいちかわいい、ありがとう。なんか市民と広島になんかあれ、市民と広島にできたところ。そうそう、水餃子食えてる。さやも不思議な味って言ってた。なんかエビはねちょっとね、まあ体験してみて分かるよ、多分食べたら分かる。食べたらめんちゃおしさんがあのリネのハムカツをして、あの食べたら、あ、リネちゃんの言いたいこと分かった、サーヤンとリネちゃんの言いたいこと分かったって思うから、まあぜひね食べてみるのありだよ。私はあんま勧めないけど、まあ、食べてみるのありですね。ぜひ食べてみて、なんなら食べて、お酒、え、ポシャケはね飲まなかったです。なんかそう、私もサーヤンもお酒弱くて、そうサーヤンはなんか飲んで一回死にかけたらしくて、私もなんかお酒飲んだらそうジンマシンできちゃうから飲めなくて、レモンスカッシュを飲みました。普通のペットボトルのレモンスカッシュを飲みました。ウーロン茶と迷ったんですけど、サーヤンがあのレモンスカッシュ飲むって言ってから、え、私レモン合いそうと思ってレモンスカッシュにした。普通のジュース、嬉しかった。でさ、キャップ今日めっちゃ晴れとって、なんかキャップが結構黒かったんですよ。受験さ、なんかさめっちゃキャップが熱くてびっくりした。でも風が結構吹いてたから餃子若干乾燥気味、乾燥気味出てこけました。餃子が若干ちょっと乾燥してて、肉フェス行きたい。なんかそう、肉フェス行きたいなと思って、次なんかサーヤンと話して、次なん、なん、次なんかのフェスあったら何が行きたいって話して、なんか次何がいいかなって。サーヤンはカレーって言ってて、あ、カレーいいなって言って。お寿司って言ってて、サーヤン。サーヤンもまたお寿司って。お寿司って、お寿司だったら山口県のトロット市場、トロット市場だっけ、なんか、あの、トロット市場。言ってなんかあの海鮮の市場行った方がいいって言って、なんか爆笑して肉フェス行きたいなってなりましたね結局。あ、カラタイちゃん、トロット市場、トロット、私いつもさトロット市場って間違えちゃう。トロットってなんだろうね、私いつもトロット市場って言っちゃうんだよね。カラタイ市場か、カラタイ市場に行った方がいいなって話しました。もう風強かったです。行きがけ、なんか帰りにね、沖さんとね、福田さん、あの、あくりんさんに遭遇しました。可愛かった。そこからと一番に行った方がいい。肉フェス行きたい。なんかめっちゃ回ってくる、今タイムラインに。なんかその、めっちゃツイッターのタイムラインに流れてくる肉フェスの、なんか、地下アイドルさんの、お宅たち
が結構流れてきて、そう地下アイドルこの子たちもなんか肉食べてる動画とか回ってきてめっちゃ可愛い。行きたい肉フェス、なんか肉フェス行きたいなと思うけどいつも行き損ねる。肉フェス、マジで福山であったの？福山であったんだ。ご飯フェスってお腹いっぱいになっていろんな種類食べなさそう。確かにそうかも。なんか気持ちは結構食べたいっていう気持ちはあるけど胃袋が追いつかないかもね。胃袋が追いつかない。ラーメンフェス、そう私言ったのそれサーヤにラーメンフェス行きたいって。ラーメンがあったらラーメンフェスに行きたいなって話した。ラーメンフェスいいよね。ラーメンフェス行きたいんですよ私。ラーメンフェスなんかさ、ラーメンさなんか外でなんか食べるの好きで、そう岡山県住んでた時になんか結構田舎だったからなんかラーメンブー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 みたいな、そうラーメン屋さんのその屋台車の屋台が通ってたりしてて、そう一回だけ食べたことあるんですよ。一回だけなんかそのお母さんがなんか墓参りに行くって言って、だから墓掃除に行くって言ってなんかそうお昼ご飯夕方のご飯が作れないからって言って一回だけなんかそう食べたんですよ、ラーメン屋さんのあの屋台を。めっちゃ美味しくて、でもねもうね一回しか食べてないからさなんか覚えてないんだけどめっちゃ美味しかった記憶だからそう食べたくて、でもないんですよ今。そう屋台のラーメンが車で走ってて一回だけ食べたことがあって美味しかったんですよ。めっちゃうまかった。カレーだと結構なんかでもなんかスパイスカレーとかなんかいっぱいありそうじゃない、ラーメンフェス行きたいな。なんかさ一回新大久保でさ芋フェスみたいなやつだったかな、あれ行きたい。もう終わったけどチーズフェスとかあれば行きたい。でもチーズってなったらサーヤンが食べれないからちょっと別のメンバーと行くかもしれない。そうチーズが好きなメンバーと行くかも。サーヤンと結構味覚合うんですけど唯一そのチーズが食べれないっていうところだけ味覚合わなくて、そうサーヤンと絶対味覚合うんですよ。でも唯一チーズだけがお互いちょっとお互いそう別々なんでちょっと悔しい。私サーヤンを1位いける気がする正直問題。でリニャモンはさサーヤンが一番だったしさ絶対一番いける気がするよね。私せいがくんハートありがとう、イエーイハブーありがとう。いける気がする。肉フェスお台場でやってる、あマジで、肉フェスのためにお台場か。肉フェスのためにお台場か。なんか私思ったよ、なんか肉フェスっていうライブがあるんかなって最初勘違いしてて、そしたらなんかうちらの餃子フェスみたいになんかその肉フェスがあるけどそれの特別ステージで地下アイドルさんが出るみたいな感じなんじゃ、そういうことなんだね。私勘違いしてた、肉フェスっていうライブがあるのかと思ってて、そうそうライブがあるんだけど間違いないんだけどそれの特別ステージみたいなやつで地下アイドルさんがライブするんだと、それは楽しいわと思いますよ。私だったら絶対行ってた、近くにあったら絶対行ってたもん、対バンしたい対バンしたい本当に。なんかさそう結構シナモンくんと対バンとか結構したけどめっちゃ楽しくて対バンしたいです。またなんかフェスがあれば出たいな、対バンしたい。なんか対バンのいいところってなんか普段見れないファンの方とか結構見れるところが結構好きで、私そう楽しい、なんかそうなんか本当にね見たことないファンの方ばっかりなんだけどなんかそう知ってくださってる方とかいるからめっちゃ嬉しいんですよ、感動しちゃう。
イベントステージ、え、そうなんじゃないの。なんか餃子フェスもなんかステージあったんですよ。だからね、今日たまたま来なかったんですけど、なんか別の日には普通のなんかステージの人来るみたいな書いてあった気がする。多分そうだと思う。なんか肉フェスのその回ってくる動画見てたら、普通のなんか NP、 なんかそう一般人の人たちが結構いたから、なんかオタクっぽい人はいなかった。並んでる時いなかったから、なんか普通にそうイベントステージなのかなと思いました。そう、マレフくん花束ありがとう。花束キラキラありがとう。花束、そうそう、多分そう、広い公園とかでやるけんじゃないかなと思いますね。ほんと行きたい。君に会いたい会いたい会いたい今すぐ入りたい届け愛だってだって泣いてさあ違かってよ。あ、皆さんオンラインお話し会の受付が明日の13時までなので、ぜひよろしければ。あるよ、オンラインお話し会の受付がね、あのしてるので、よろしければぜひ明日の13時までなので、ぜひ待ってます。ここの本からが本当に晴れる日の今日から最高でねね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 ねフェス出たい。なんか最近フェス結構 2.5 期生が出てるけど、自分もフェス出たいです。そう、名古屋とか関東のフェス出たいの。 STU 主催のさ、なんかないのかな、台湾とか STU なんか主催の台湾とかあればいいな。ないですよね、あんまり。特典会とかもないし、なんかなんて言うんだろう、全体のフェスみたいなやつがいい。 STU の主催してるフェスがいい。確かに副フェスもあるけど、あのあかりんさんがプロデュースしたやつではなく、 STU がプロデュースがあればいいなと思います。そう、あ、森城変えるの忘れてた。森城変えなきゃ。私さ、聞いて、私今日なんか清め酒みたいな、清め酒を入れるためのなんかコップが欲しくて、なんか清め酒を入れるコップってなんだろうって思って、清め酒を入れるさ、なんかコップって何かなと思って調べたんですけど、なんか出てこなくて、なんかとりあえずちっちゃいコップに入れなきゃいけないと思って、最近で見てて、で唯一ちょうどいいサイズがなんかショットを入れるコップで、なんかショットの、私お酒飲めないんですけど、酒なんかその日本酒で、そのなんていうの、玄関とかなんかその水回りを清めるために使いたくって、
でもなんか置いたりしたくて、その部屋のなんか空気を入れ替えるっていうので、そうなんか入れるものなくて、なんか唯一よかった、そうおチョコがなくてさ、100均に。だからショットのグラストルコさ、トルコ製のショット、トルコ製ってシール貼ってて、なんかこれトルコグラスっていうんかなと思って、裏見てみたらなんかショットグラスって書いてあって、なんかえ、あ、トルコの、トルコのなんかお皿、トルコなんて、トルココップみたいな、トルココップみたいな名前かと思ったら、これがサイズ。そしたら普通になんか裏にショットって書いてあって、え、待って本当にみたいな、ちょっと吹いたよね、お店の中で。そう、100均の中で吹きました、普通に。そう、もうこけました。そう、なんかトルコ製って書いてあって、そう、絶対違うんだけど、めっちゃいいぐらいのなんか形で、なんかあ、これ清められそうと思って、なんかそう、ショットのなんかグラスを2個買ったそう、ほんと。そうで、なんか森塩のなんか小皿みたいなの欲しかったんやけど、なくて、そう、結局ショットのグラスを2個買って、なんかそう、あれなんだけど、そう、清めたいなっていうので買ったんだけどそう、ショットのグラスを買いました。いや、ほんとウケるよね。そう、いや、一生お酒飲むことないんですけど、ね、そう、なんか二十歳の時になんか成人式の時にもらったお酒があって、あの神社から、あのなんて言うんだろう、成人式の時にさ、なんかお米とか配られるじゃないですか、神社の人に、なんかお守りとか、なんかそういうやつのなんかお酒、日本酒みたいな、清め酒みたいなやつをもらって、飲めないから、なんかお風呂にも入れたりとか、まああとは玄関とかに置いたりとか、水回りに流したりしようかなって思ってて、そう、置いたりしようかなと思ってて、普通にあれでしたね、テキーラあ、そうなん、もう一生わからん、マジで全然わかんないから。そう、トルコ製ってそう書いてあって、トルコのやつかと、全然日本関係ないけどいいかなと思ったけど、なんかそう、裏見たらショットグラスって書いてあって、こけました普通に笑ってしまった。で、サヤにサヤーってショットグラス、ショットのグラスしかなくてってこれにしたって言って、めっちゃ面白かった。なんか部屋綺麗だったのに、ちょっと部屋が若干汚くなってきたんで、今日配信終わったら頑張って掃除する。言うてもすぐできる程度の掃除の範囲、そう、ゴミを捨てたら OK ぐらいのあれなんで。なんかどこにあのちっちゃい小皿とか売ってあるのか分かんなくて、今日もかわいい、嬉しい、ありがとう、今日もかわいい、嬉しい、ありがとう嬉しい、ありがとうございます、今日もかわいいね。私のインスタグラムのストーリー見てくださいよ。そういえばもうね、めっちゃね、やばいよ、激アツ。もう猫好きの人は絶対見てほしい、私のインスタのストーリー。こっから飛べます、ここの人のプロフィール。絶対見てほしい、ほんとやばい、マジで。もうね、めっちゃ可愛いから、私のインスタのストーリー、あ、6900人になった、インスタのストーリーが、あ、ストーリーじゃない、フォロワーさんが。じゃあ、あと100人何千人だ、あ、75人も見てくださってるから、100人フォローしてください超無理なこと言う、嬉しい、6900人になった、誰かフォロー、6901人誰だろう、誰かフォローしてください。そしたら、あ、そう、今年中に1万人行きたいなと思ってて、頑張れば1万人行けそうだから行きたいです。あとインスタグラムにあの顔を載せたので、あのもしよかったらいいねしてください。今すぐ会いに来て届けない
猫ちゃん、猫ちゃん載せたのでぜひよろしければ見てください。めっちゃ可愛い私のストーリー、ほんとやばい。でも癒されすぎて自分でも何回も見てるもん。いやマジでもうやばい。なんか猫のしたらあんまりなんて言うんだろう、 DM なんかストーリーのなんか反応がないからみんな猫に興味ないのかなと思っちゃった。結構寂しい。なんかこの可愛さを結構共有したくてなんか猫を乗せたんだけど、なんか全然反応ないからみんな猫興味ないんだなと思って。私はもうね本当にねマジでもう本当にいろんな人に送りつけてる、この猫ちゃん、撮った猫ちゃんをお姉ちゃんとか友達とかもういろんな人に送りつけてます。いとことかもう可愛すぎて。DM 見てますよ、インスタの既読つけれないけど見てるよ。全然反応してください、全然見てるよ、インスタの DM。 めっちゃ可愛くない？ほんと猫ちゃんやばい。猫めっちゃ好き、私も好き猫ちゃん。マジでなんか猫ちゃんとワンちゃんどっちが好きって言ったら結構究極な選択肢だと思うんですけど、どちらかといえばあの猫ちゃんが好きで、なんかそう猫派なんですよ私。そう DM すれば、全然 DM してください、見てる。なんか毎日おはようおやすみって言ってくださる方もいるし、見てる、返信できないけど、あなんかストーリーのメンションとかも見てる。リアルネムネムニャンコがたくさんいっぱいいました。超可愛かった。ここはかゆい。もうねでもね、鼻水が止まらなくてね、さすがにちょっとそれはなんかやばいと思いました。声が鼻声だった。やっぱ可愛かったですね。アレルギーなんだけど顔腫れるとかはなかったから。なんかサーヤンは飼い猫が好きらしい。飼い猫が好きらしいです、サヤンは。なんかそうサヤンが飼ってたおじいちゃん家の猫ちゃんがもうなんかサヤンは大好きらしくて、それに勝るものないって言ってました。確かにそれはそうだって、確かにそれはそうじゃなって話しました。でも私猫、そう子猫とかも大好きで、うん、子猫とかも好きで、もう猫ちゃん大好きでさ、もうインスタのやつなんかもうずっと猫ちゃん見てしまう。むくっつかわいい、マジでやばい。なんかもう猫カフェってなんか抱っこできないって書いてあって、そうなんか猫ちゃんってなんか心許してしか触らせてくれないみたいなこと言って、そうずっと寝て、なんか私の目の前に来て寝た猫ちゃんがいるんですけど、なんかそう触ったらあれ見るだけ見てて、普通に遠くから、それで触ったら最初はなんかすごいあれだったけど、
なんか最後らへんなんか心許して触らせてくれて、もうめっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった、マジで弱かった、優しい、超優しい、触らせてくれました猫さん。感動しましたね、猫ちゃん優しいってなりました。猫カフェなんかめっちゃ見んのよくて、そう、私がいた猫カフェ猫ちゃんがめっちゃ来てくれるんですよ。そう、こんばんは、そう猫ちゃんがめっちゃ来てくれるの、もう超可愛くてさ、心も体も、めっちゃ可愛かった。犬とも遊んであげて。え、ワンちゃんな、私 おらんのよね周りにワンちゃんが、遊びたいけど、なんかねワンちゃんね、あのね、結構ねワンちゃんカフェとかあったらいいね。ワンちゃんカフェってないのかな、ワンちゃんカフェってありそうだな普通に、ワンちゃんカフェとかあったらいいのね。ワンちゃん全然好きよ、ビジョンズフリーゼみたいな、ビジョンズフリーゼみたいなやつが好きビジョンズフリーゼみたいなやつが好きかな、ワンコはビジョンズフリーゼみたいなやつが好きです。ハリネズミカフェとか行ってみたいな自分。あとハムスターとか、あとウサギのカフェとか、もうめっちゃ可愛い、なんかもう本当大好きマジで。なんか猫ちゃんをなんかお金払ったら触らせてくれる施設を作ってくれた、あの人間に感謝ですね。さすがにこればかりは、なんかさやっぱ猫ちゃんって命じゃないですか、だからさ気軽に飼えるものじゃないじゃないですか、なんか飼いたいって思ってさ、なんじゃあ明日飼おうって言って飼えるものじゃないし、なんかその時は飼ったとしてもこれから猫ちゃんをなんか育てる上でそれ命だから、なんかね、そんな気軽に飼えるものじゃないし、なんか猫ちゃん産むのって赤ちゃん産むのと一緒じゃないですか、正直なんかそう生まれ方は違うけど、やっぱ猫ちゃんをこの幸せにしてあげるためになんかそう自分のあれ金銭的余裕とかも必要だし、そう毎月のね病院とかも連れてってあげなきゃいけないし、そうだからあのそう簡単に買えるものじゃないからめっちゃ買いたい気持ちあるんだけど、そう今一人暮らしなのもあるし、そう結構お仕事とかで外に出て、そうそれもかわいそうだからさ、そうそうそう、だからねあの猫カフェすごいありがたいです、めっちゃそう買いなんですよ。なんかねお世話してくれる人がいたらね、そうお世話してくれっていうか、私も結構可愛がってもう絶対もう溺愛しちゃうっていうか自信はあるんですけど、そう一人では無理な気がして、そうそう、だから猫飼うのって本当にね、うん、できないなら飼うなっていうぐらいだし、そう結構リスクあると思うから、そうなかなか飼えないから、あのカフェは本当ありがたいですね。野良猫に会うと逃げられる、え、マジ？え、野良猫さなんか自分作ってきてくれるよ、でもそう猫ちゃんによるんかな、野良猫ってめっちゃ人慣れしてない、野良猫可愛いと思って写真撮る本当に、でもなんか人慣れしてるかも、近くに来てうん
って近くに来て、なんか来てくれる。ねずみちゃんハートありがとう。野良猫大好き。ゆうとくんハートありがとう、ありがとう、ラブ、ありがとう。ゆういちもハートありがとう。そうそう、私猫ちゃんの舌が大好きなんですよ。なんかもうほん猫ちゃんの舌ってペラペラじゃないですか。猫ちゃんの舌みたい。でも今日見れなかった猫ちゃんのベロ、もう超怖くない？猫ちゃんのベロ大好きで、なんかベロ出してる猫ちゃんとか見ると本当もうキュンってなっちゃう。もう口の中に入れたくなっちゃうんだよね。もう猫ちゃん大好きで本当に口の中に入れたくなっちゃうんですよ。なんか可愛い動物見たら本当に口の中に入れたくなら、もう私だけかな、とっても口の中に入れたくなっちゃって、そうなんかもう本当やばい、口の中に入れたくなっちゃうんだよね。なんか日向ぼっこして寝てる猫ちゃんもいてめっちゃ怖かった。もうめっちゃ怖かった。無理、猫カフェ行きたい、真相もう無理なんだけど、本当にもう行きたい、ダメだよ、きつすぎる、猫ちゃんに会いたい。なんかマジでもう本当に猫カフェに行ってもう携帯放置してもう猫との時間を過ごすっていうのが幸せすぎて最高でした。最初テンション上がって写真撮ってたけども、途中からもずっとあれだった。なんか私その一回友達がハムスターを家に連れてきた時に、もうほんと私携帯依存症でずっと携帯触ってるのに、さすがにその時だけはもう携帯触らずに何時間もハムスターのことをずっと見てて、もうマジで動物ってやばいなと思って、もう一緒に寝ましたもんハムスターとマジでほんと可愛すぎてやばかった。時間を忘れるんですよ、もう猫ちゃんと一緒にいると。もうほんと可愛すぎてもう苦しくなりましたね。ほんと可愛いなと思います。みんな動物に興味ないの？私も大好きなんだけど、なんでみんなそんな猫ちゃんに興味ないのだろう。で、ね、この猫のハッシュタグ猫好きとつながりたい、これ使おうかな。猫好き使うかな。もう本当に猫ちゃんやばい、マジかわいすぎる。私のストーリー見て、とりあえずめっちゃ怖いもん。私のインスタのストーリー見てください。もうかわいすぎて本当やばいもん。インスタとかでなんかそう送ってほしい、かわいい猫ちゃんの動画とか送れるから、シェアできるからプロフィールで、かわいい猫ちゃんのプロフィール、かわいい猫ちゃんがあればさ、なんか送ってほしい、そうシェアできるから。たまに舌先だけ、もうあれやばいよね。あ、ワンちゃんでも全然いいよ。全然いいよ。ハムスター。なるか、確かに奥さん飼ってた。でもハムスターも命だからね、ちょっと私はあれかも。そうなんか、そう自分がその生きてる時に飼ったことがなくて、家で昔飼ってたらしいんですけど、だからねちょっとね心配なのもあるんですよ。
猫カフェロングスカート履いてめっちゃモテる。え、そう、なんかサーヤンがなんか長めのなんて言うんだろう、中なんかキャミソールみたいな、わかる、なんか上になんか着てて、なんかそれめっちゃサーヤンのなんかちょんちょんちょんと歩いてきたらサーヤンのスカートをこうやってクッてやるんですよ。めっちゃモテる、マジで。なんかすごい、なんかえすごい、そういうことか、だからあれだったのか。なんかそう、私今日足出してて膝隠したんですよ。そしたらね来てくれた。そう、めっちゃね可愛かった。猫だけついてないかな。そう、めっちゃ可愛かった。うん、なんでだろうねあれ。そうなんですよ、そうだよね。なんかさ、猫ちゃんやっぱさ命を飼ってたらさ、いつかお別れが来るじゃないですか。もうそれが耐えられないんです、私は。もうそれでなんか本当におかしくなっちゃいそうだから、だからもうそう飼えないのもある。そう、本当にもうね辛すぎてね、もう無理ってなっちゃうから。そう、うん、猫カフェ行きたい。お猫、やっぱ猫ちゃん可愛いっすね。でも私ちっちゃい頃犬派だったんだよね。なんかちっちゃい小学生の頃結構犬派でした。で中学生ぐらいで猫派になった。キャットキャット派になりました。猫派、なんか猫の可愛さに気づいた。猫ちゃん可愛いよね。ヒラシヒラシする。うん、帰ってくる。あー、そういうこと。寝心地がいいの。あ、確かにそうなのか。え、わかんない。なんかサーヤの履いてたワンピースが結構特殊、なんかおもちゃみたいなやつ、なんかひらなんかスパサーって感じのやつで、そうだからねすごいね、それが興味湧いたのかもしれない。めっちゃ可愛かった。で私たちがそう、なんかワンドリンク制で飲み物を頼まなきゃいけなくて、なんかそう桃ジュース、そう桃ジュース、桃のつぶつぶジュースみたいなやつにしたんだけど、なんかそうストローが刺しちゃって、サーヤのストロー舐めたの、猫ちゃんが。でなんかダメダメって言って、それで撤去したそう、猫ちゃんがねもういい匂いだからってね舐めようとするんですよ。でサーヤのストロー一回舐めて、でこうやって飲もうとするからダメって言って、こっちだよって言って、あのクッションの後ろに飲み物隠したそうダメだよって言いました。めっちゃ可愛かった。そう、私もねあのストロー舐められたので、あのパカッて外れたやつがそのまま飲みましたねストローを変えてもらうのもちょっとあれだったから、パカッて外れてくって飲みました。にゃんこしか勝たん。58分になったら男女読みますね。猫って桃に、え、わかんない、なんかストローからいい匂いがしたのかわかんないけど、異常にそのストローの近くに来るんですよ。そう、ツイート、眠りの猫ツイート忘れてた。
めっちゃ可愛くない？本当にマジで猫ちゃん可愛いなと思って。猫しか勝たん。でね、なんかね、新しい猫カフェだったから結構なんかそう綺麗だった。中もなんか落ち着いた空間で、コンセントとかあって、あ、え、ここでコンセントとか使えるんだと思って、すごかった。ゆういちハートありがとう。あ、もう、はい、ありがとう。なんか自分たちが行った時はちょうど餃子フェスが終わってそのまま行ったのでそんな人がいなかったんですけど、自分たちが終わる頃にめっちゃ人が集まってきました。そうなんですよ、結構ね人が集まってきました。その時に、うん、猫さん可愛かった。ああ、またいつか行きたいですね。なんかさ、岡山県に猫カフェって少ない気がする。でも広島もない気がするし、嬉しい。自然と広島に猫カフェを作ってくださったあの広島の人に土下座したい。なんかあれ岡山美観地区の近くに猫カフェがあったんですよ確か。そこの猫カフェだったら行ったことある。そこの猫カフェ初めて行った。楽しかったです。その時はトーシャーありがとう、こんばんは。私も今日家帰ってきてなんかもうほんと今日結構早起きしたんですよ。だから結構やばい、あ、睡魔やばいと思ってちょっと少しだけ寝てた。で起きてメール送って配信してるけど眠たい。でも部屋ちょっとまとめよう。明日盛り塩しよう。ちょっともう今日は盛り塩する気力がないので、明日盛り塩しよう。新しく変えよう。こんばんは。明日天気いいかな。しみよう。広島の天気。ヤフー天気ってマジで当たるよね。晴れ、よっしゃー、来た。え、7、8、6、7、8、めっちゃ雨、めっちゃ雨降る予報。雷とか、大丈夫かな。
た晴れですよ。しゃ来た。ネタンパシェアンナちゃんリコチゆくりか。え、そうなん？え、ゆくりかお守り授与してんの？こけます、やば。ゆくりかも森上してるんだね、初めて知った。私とね、アンナちゃんとパシェとリコチそうは森上してるんですけど、ゆくりかも森上してるんだね。森上始めるちゃんってなったら、アンナちゃんが森上作って、そう私置いてくれたんですよ、私の家に。だからちょっとほんと感謝してて、明日ちょっと自分で無地を買ったから盛る、新しく。ゆきさん最近ゆりゆきさんってリコチの言い方やん。もうゆきさん、リコチがね、ゆきりかのことをゆきさんっていうの面白くてさ、いやなんかジュアルになってゆきさんって呼び方がゆきさん、私もゆきさんってゆきちゃんとかそう言ったりするんだけど、もうほんと違うんだよ、ダメだよマジで、ほんと守らん。ゆきさんって言い方ダメだよマジで、面白すぎる。なんか冗談いやいやいや、リコチが言うから面白いのかも。リコチが言うから面白いんだよ、きっと、きっとそうだよ。57分なので男女読みたい。ああ危ない、死ぬかと思った、もっとやだ、支えとこ。じゃあ13位から読んでいきます。13位、ゆういちありがとう。12位、ゆうとありがとう。11位、さとくんありがとう。10位、ロボリンありがとう。9位、けんくんありがとう。8位、なみーさんありがとう。7位、すみとありがとう。6位、はぜっちありがとう。5位、ジャーキーさんありがとう。4位、すーさんありがとう。4位、3位、まるふく。5位、え、6位、はぜっちありがとう。え、なんか9位、けんくんありがとう。ちょっと最初から読んでいい？なんか私なんか読み忘れてるけど。13位、ゆういちありがとう。12位、ゆうとありがとう。11位、さとくんありがとう。10位、ロボリンありがとう。9位、ケンくんありがとう。8位、ナミーさんありがとう。7位、スミトありがとう。6位、ハゼッチありがとう。5位、ジャーキーさんありがとう。4位、スーさんありがとう。3位、マルフクありがとう。2位、ロコポコ Thank you。 そして1位がドゥルパン渡辺さんでした。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。じゃあまた会いましょう、ありがとうございました、おやすみなさい、お疲れ様、おやすみ、いっぱい寝てね。じゃあバイバイ。私のインスタのグラムのストーリー見てください。そしてツイッターとインスタのフォローお願いします。じゃあバイバイ。おやすみ。おやすみ。